皆さんこんにちは。合格サプリ TV MC を務めます山美です。合格サプリ編集部船澤です。今回は筑波大学紹介ということで、筑波大の学生さん実際来ていただきました。じゃあ自己紹介お願いします。はい、筑波大学生物資源学類4年生の坪田愛です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回の企画は筑波大学の紹介です。筑波大学といえば、キャンパスが広かったり学問に対してすごい深い見地があったり、いろいろ魅力があると思うんですけど、実際に坪さんに聞いていきたいと思います。坪さん、最初に筑波大学の立地とか学部とかその辺から聞いてもいいですか？はい、まずキャンパスとか分かれていなくて、4年間筑波キャンパスっていうところでずっと同じところで勉強します。あと勉強にはかなり力を入れていて、科学部の授業を受けることがまず必須なので、理系の授業を受けたり、あと体育の学部とか、あと芸術の学部もあるので、そういった授業も結構受けたりします。あとは教授のレベルがすごく高いので、そういった教授の方が研究されていることを見て入学を決める人もいるくらい、勉強には結構熱心な生徒が多いと思います。あと外国人の留学生受け入れも結構充実しているので、英語の授業とかも受けようと思えば受けることができます。なるほど、はい、多学部の授業を受けることが卒業必須条件ってなかなか難しいですね。はい、じゃあもういろんな学部の他の学部授業を受けられるってことですよね。はい、はい、すごいですね。あと教授から大学を選んで、じゃあ進学する人も中にいるんですかね？そうですね、多いわけじゃないですけれど、なんか話聞いてみたりすると、この先生がやってる研究が面白いからとかっていうのが出てきます。すごいですね。ちなみになんか学部ごとになんか特徴とかあったりするんですか？いわゆる大学の教育学部とかそういったものもあるにはあるんですけど、結構分離融合型の学部があるのがちょっと特徴かなっていうふうに思っていて、一つ社会工学類っていう理系の学部があるんですけれど、そこでは建築とかそういったことも勉強できるんですけど、それに加えて経営工学って言って、他の大学で言うと商学部みたいなことを結構数字を使って理系っぽい目線でやれるところがあるんですね。それは一つ結構面白い学部なのかなって思います。あとは私がいる生物資源学類も一応農学部であるんですけど、経済とか経営とかそういった方向で農業を分析するとか、そういうことができるの でそこに関しては文系の生徒でも入ることができるので、私も文系で生物資源学類に入っています。はい、なるほど。結構その理系のことだと文系の視点から考えたりとか、逆に文系のお仕事を結構理系の視点から考えたり、その分離融合が結構進んでるってことですね。そうですね、すごい。筑波ってなんか体育系も有名って聞いたんですけど、それはどうなんですか？そうですね、体育専門学群っていうところがあって、スポーツは本当に強くて、で国立大学で体育系の分野がある大学ってあまりないんですね。で、いろんなスポーツの分野で日本代表レベルの選手とかもいたりするので、サッカーとかもその年世代別の代表がいたり、あと三笘薫選手も筑波大学出身なので、そうなんですよ。なのでそういった部活のマネージャーとかになったりしたら、そういう強い選手たちと関わることができるので、そういった意味ではすごい視野が広がるっていうか、面白いかなっていうふうに思います。それ以外にも体育を科学的に分析している教授の方がすごい多いので、授業も体育系の授業を受けてみると案外面白かったりします。筑波のサッカー部って結構有名ですよね。そうですね。次に実際に筑波大生がどういうなんか生活をしているのか聞いていきたいと思います。父さん、ちなみにアルバイトとかはどうですか？アルバイトは服の小売店でアパレルでやってるんですけれど、大学の近くにお店があるのでそこでやっているんですけど、他の人だとやっぱり飲食とか家庭教師が多くて、家庭教師に関しては茨城の中でやっぱり筑波大学ってすごいレベルが高いので、やっぱり需要があるのかなっていうのがあったり、あと医学部もあるんですけど、医学部にいる生徒はほとんどが家庭教師をやっています。はい、時給も高いですね。そうなんですよ。あと飲食のすごい多いんですけれど、それなんでかっていうと、もう筑波がすごい学生が多い町で、やっぱり飲み屋だったり、それ以外にも
ご飯系のお店、うん、大学の近くにたくさんあって、あと近くにショッピングモールもあるので、うん、まあ、そこの食べ物のお店で働いてる人とかも結構いたりします、うんうん、僕も茨城出身なんですけど、やっぱりつくばってこの学園都市で、はい、結構ショッピングモールだったりとか発展してるんですよ、茨城の中でも、うん、はい、なんかそういったお店で結構アルバイトとかもできるっていうことですね。はい、そうです。はあ、なるほど。では次になんか住まいとかってどういう感じなんですか？私の周りだと7割8割くらいは一人暮らしをしていますね。結構多いですね。そうなんですよ。なんかコロナ前は本当に一人暮らし多かったんですけど、まあ、コロナウイルスが流行してオンラインの授業が増えて少し自宅から通う人が増えたかなって感じではあるんですけれど、まず住みやすいっていうのがあって家賃が本当に安いんですよ。そうなんです。あの東京とかより全然安いっていうのもありますし、はい、あとスーパーとかも全然近くにあったり、つくば駅のアクセスもすごいいいので、うん、あの東京に行ったりするのもそんなに時間かからないで、まあ、1、2時間あれば東京にも行けるのですごく便利です。ただまあ東京ほどは電車とかバスとかがあのすごいたくさんあるわけではないので、はい、で茨城県も結構車社会じゃないですか。ですね。なので車持ちは結構多いかなとは思います。お、大学生でも車を持ってる人結構いるんですね。はい、そうですね。僕ちょっと調べたんですけど、筑波大学の周りって大体家賃でいうと相場3万円から4万円ぐらいだったらしいので、結構一人暮らしする学生にはちょっと優しいかなと思います、ね、だいぶ優しいですね。そうですね。はい、あとあの筑波エクスプレスで秋葉原まで1時間かからないで行けますよね。そうですね、はい、筑波駅からは、はい、なんで意外に東京から通ってる人もいる。います、いますよね。はい、というところが筑波大学の立地だと。はい、はい、ね、いました。じゃあ最後に学生交流について聞いていきたいと思います。なんかサークル活動とかそういったことをされているんですか？私はダブルダッチっていう縄跳びを回すサークルに最初はいたんですけれど、はい、まあ、やっぱり他の大学と本当に同じで、うん、ダンスだったりバスケとか軽音とかテニスとか、うん、まあ、やっぱそういったサークルがすごい人数多い所属してるのかなって思います。でインカレとかは正直あんまりなくて、うん、っていうのも、まあ、茨城にあるので、はい、あんまりインカレとか行っても集まりに低いじゃないですか。そうです。周りになんか大学がちょっと他に少ないぐらいだと想像できないですね。そうなんですよ。なのでサークルは基本的に大学内でも完結していて、うん、インカレはあんまりないですね、うん、でダブルダッチサークル私いたんですけれど、はい、結構うちのサークル強くてと人数がちょっと少ないっていうのもあって、まあ、結構恋愛に発展するとかそういう面白いことが多いですね。いいですね。なんか高校クラスみたいな、ちょっとそういう感じです。あ、なるほど、はい、そういったまあ学生生活も結構楽しめる大学ってことですね。そうですね、すごい楽しめます。はあ、なるほど。あとみんなが一人暮らしなので、うん、同棲とかして、うん、付き合っててもコストは低めに抑えられる、はい、なるほど。そこはちょっといいのかなみたいな。なるほどですね。そういいですね。なんか茨城っぽいな。ちょっと欲しいんですけど、はい、で結構その、まあ、恋愛面も楽しめるっていうところがいいですね、はいはい、僕やっぱり茨城出身なので遊ぶところとかって結構困らないのかなって逆にちょっと思っちゃうんですけど、どうですか？そうですね、車持ちが知り合いにいたら、はい、車持ちにいろんなところに連れてってもらうんですけど。おー、なるほど、はい、ドライブですね。そうですね、はい、ただ単純にドライブをすることもあったり、あとまあ海の方にちょっと行ったりだとか、うん、あとやっぱり車で行ったら美味しいご飯の店って結構あるので、おしゃれなお店とか、うん、はい、そういったところにちょっとみんなで 4、5 人とかで行ったりとかします、うん、でもそんなおしゃれなカフェがたくさんあるわけでは正直ない。まあ東京とかに比べたらそうなんですよ。まあ、もね全然おしゃれな想像だと思うんですけど、はい、なので私たち本当にスタバに入り浸るというか。なるほど。そうなんですよ。ちょっとおしゃれソースだけですね。そうなんですよ。スタバにばっか行ってますね、うん、であとご飯飲みとかなんですけど、うん、お店やっぱり東京より多分ちょっと安くて、うん、すごい飲み放題とかも本当に安くて、そこはすごい便利ですね。はい、すごいやっぱちょっと地方ならでは。あ、もうならではだと思います。はい、はい、なるほど。それ以外にもやっぱりコストコもつくばにすぐ近くにあるんですよ、うんうんうん、大学の。なのでそれって正直もうあの自転車でも行けるくらいの距離なので、うんうん、なんかまあ車持ちがいたらもちろん車持ちの人と一緒にコストコ行って、うんうん、あの食材とか買って、うんうん、もうパーティーとか、うんうん、めちゃくちゃするんですけど。いや、いいの、楽しそうですね。はい、まあ自転車でも行けるっちゃ行けるという感じです。コストコパーティーすっごい楽しいですね。あ、いいですね。コストコパーティーしがちってことですね。はい、そうですね、大丈夫です。
ね。わかりました。というわけで、筑波大生のリアルが皆さんに伝わったんじゃないかなと思います。何か質問があったらコメント欄に記入お願いいたします。この動画がいいなと思った人はチャンネル登録と高評価もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。